根草アメリカ不要とモミジア青いの後輩、選抜により誕生した生育旺盛で強健な宿根草。赤塚植物園が開発した草丈が約2メートル成長し、開花時期は6月中下旬頃より9月末まで、一日花で毎日変わる変わる咲き続ける。1シーズンで1株あたり200輪以上。ブライトレッド、ピーチホワイト、 ピンク、ローズの4色が発売されている。加えて、プレミアムタイタンビカスとして、さらに別の4種が発売されている。追記2016.11先に発売された品種の、うち、ピンクは増殖を終了しており、すでに絶版となった。2016年現在の時点で、初期の定番品種、ブライトレッド、ピーチホワイト、ローズに加え、ジャイアントローズ、 アルテミス、アフロディーテ、バルカン、アドニスが加わり、全8品種が流通している。また、2017年には、エルフとレイアという新しい品種が投入される予定。これらの新しい品種に関しては、2016年に開発元企業が行ったタイタンビカスモニター栽培によって紹介された。栽培は、至って簡単である。 ハイビスカスのような南国風の花であるが、北海道等の寒冷地を含め、日本全土での地植えによる屋外栽培、屋外越冬が可能。植え付け場所は日当たりがよくあまり乾燥しない土壌が適している。地面に直接植える場合は、手間はほとんどかからないので推奨される。鉢での栽培も不可能ではないが、 旺盛に水を吸い上げるため、鉢での栽培は最低でも8号鉢、できれば10号鉢以上が求められる。夏場は水の消費が特に激しく栽培する人、株ともに大変な思いをするため、やはり地植えを推奨する。地植えの場合、水やりの必要はほとんどない。地植えの場合は直径、深さともに3 0トル以上の穴を掘り、 掘り上げた土の半分前後の完熟堆肥や腐葉土を混ぜて埋め戻し植え付けの準備とする。肥料や毛防止のため肥料は根に決して触れないようにする。植え付ける土の酸度には配慮の必要はない。酸度にこだわる場合は植え付ける2週間前には石灰や草木灰を堆肥や腐葉土と共に土と混ぜておく。この時窒素分の多い肥料と混ぜると アンモニアが透かして、肥料散布の効果がなくなる。それどころか化学反応熱により土にダメージを与える恐れがある。植え付けの際、ポットの地際から5センチメートル上部まで地中に埋め込む。開根の肥大化が促進されるとともに越冬もしやすくなる。植え付けの際にオルトラン等の根から吸収するタイプの薬剤を混ぜ込んでおくと、ハマキムシの防除に役立つ。越冬準備は、 関東伊勢では不要だが寒冷地の場合は、不要度を厚めに盛ることを推奨。春の芽吹きは4月末と遅いが芽吹いてから約40日で1 7 0トル以上に達し、つぼみをつける頃には2ル近くにまで到達する。必要に応じて適心し、つぼみや花の位置を干渉しやすい位置に修正することも可能。これは、加賀が形成される前、 梅雨前に済ませておく必要がある。植え付けてから1年経過した春に、多数芽が出る場合は3から5本だけを残し、あとは全てまびく。まびく際は根株を傷めないよう引き抜かずに、生え際からハサミで切り取る。また葉を整理する場合は必ず切れ味の良いハサミで行うこと。枝を倒って引っ張ると、繊維が幹や根元まで引きちぎられて大きな傷跡となる。 そのから雑菌が入り込み枯れ込むこともあるので注意が必要である。支柱は種類に合わせた長さのものを用意。この時支柱に突き刺す部分の長さにも留意する。最も流通しているブライトレッドピンクピーチホワイトでは購入した最初の年は1メートル80センチメートルの支柱を購入して1年経過した株は2メートル10センチメートルのものを 購入して2年経過した株は2メートル40センチメートルのものが適する。どれも40センチメートルは地中に突き入れる。成長に合わせて株を支柱に湧いていき、花を美しく見せるとともに台風への備えにもなる。アルテミスのように小型の品種もあり、これについて1メートル50センチメートルほどでこと足りる。肥料は月に一度観光性のものを与えるか。 週に一度水溶性のものを与える。肥料は根株に触れず、なおかつ雨に濡れる位置に施す。この時、地表に散布するのでなく棒を等で5センチメートル前後の穴を複数開け、その中に適量を施す。雨に流されて想定外の位置で肥料が効くのを防ぐためである。ハマキムシ等の害虫対策にも月に2回ほどこの方法による、 オルトラン流材の散布が手軽であり有効である。鉢植えの場合は穴を設ける必要はない。花が終わる10月中旬にお礼声を与え株を養生させ冬支度とする。12月頃に完全に落葉したらハサミやノコギリ等で地上部分を切断、処分する。この時地際から20センチメートルほどを残すと目印となり。 紛失や掘り返してしまう等の事故を防ぐことができる。冬の間は休眠状態となり、肥料や水を与える必要はない。翌年には、前年に比べてより大きな株となり、より美しい花をより多くつける。おおむね3年目にして株分けをすることが可能。休眠期である晩秋から早春にかけて開梱を掘り出し3個前後に分けることができる。なお、結実し、 種を取ることも不可能ではないが親と同じ性質に成長するとは限らない。別の場所に植え替える移植も容易であり、株分けと同様に休眠期に行う。ありがとうございます。